皆様こんにちは、アンバサダー J です。今回はですね、スーパーファミスタ4ですよね。4だよな。こちらのまだちょっとね、操作が危ういんで、前回見ていただいた方は分かると思うんですけど、フライが取れないんでね、もうちょっと一戦勝負、なんか他の球団見てみようかなと思って一戦勝負のやつやってみます、ね、と対戦コンピューター、どこやろうか。今回パリーグかな。近鉄バファローズやってみましょうか。相手はどこだろう。あ、ライオンズかな。 DH あり先行、先行ライオンズ。あ、鹿せんべいって近鉄の本拠地のあれだったのか。近鉄なんだろう、どこだろうな。山崎高森、あ、野茂いるじゃん。野茂いますね。吉井、難しいな。赤堀とかなんか覚えてっけど、なんか微妙だな。小池とかなんかいる。イリキね。うん、佐野、覚えてる。今回ノムにしてみましょうかね。じゃあせっかくだから大島、あ、ブライアントいますね。ブライアント石井、鈴木、スティーブンス、中村のり、まあ、とりあえずこれやってみましょうか。嫌なピッチャーだ、ピッチャーで嫌なバッターいきなり来たな。あー、なんか前回クワタだったんですけど、かなりカーブ曲がり良かったんですけど、ノモはそんなにカーブ良くないですね。あー、いきなりかよ。おい、ちょっとやばいな。もうなんだよお前、ちょっと待ってって、なんか変なやつが邪魔したな今。清原、ちょっと待って。これは厳しいね、いきなり。いてもたれ。デストラーでね。フォークです、フォーク。いてもたれ。うん、あ、でも厳しいな、いきなり。渡辺久美。さあ、久美だったかな。
ああ、そう。もうなんか難しい。ボード、スッ。ボード。これバントどっちやんの？あ、できる。いい点も打たれ。ああ、うっそー。ブライアントだよ。あ、失ったでしょ。あ、オッケーオッケーオッケー。一点返した。厳しいね。ちょっとだからさ、取れないんだよ。フライは取れないんだよ、本当に。フライ難しすぎるよ、これ。また嫌なバッター来たな。いやー、セーブせえな。そういえば秋山がいないな。大栄行ったとかな。ああ、もうなんだよ、なんと。キャッチャーフライ？あれが落ちんのか落ちんないのかわかんない。これ引っかかる、ほんと引っかかりそうだな。あ、なんでやねん、ほんとなんでやねん。出たヤジ、見逃し三振するとヤジだな。ああ、いいとこだな。でもフォークはいいですね。さあ清原、
ケー。こっちや。さあ、どうだ。おう。ああ、ど真ん中入ってきたな。こうやってもう手やオーライオーライってやってくれればな、取れるんだけどな。こっちも現状フライが取れる気がしないっていうね。おお、落とした。あー、くそ。ああ、落としてきたよ。ああ、もうそれ入ってんの本当に。いや、もう全然ダメだな。前回うまくいきすぎたな、これ。やべ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 。お、なんだなんだよ今の。なんか急にジャンプしたボール。ボール飛ぶとしたらちょっといきなりピンチじゃないかよこれ。ああ、なんだよおい、ちょっと待ってよ。なんか急にジャンピングスローしたぞ今。バックホーム投げようとしたんだけどな。まあでもバックホーム間に合わなかったかな、あれだと。おお、ちょっと待ってよ、もうほんと難しいなこれ。いや、ほんと難しいな。これぐらいだったら取れっかな。さあブライアント頼むよ。あー、ど真ん中だ。あー、危ねえ危ねえ。あー、くそ。いやー難しい。あー、うん、初球結構甘い球くるなこれ。出たよ本当に。若干音違うんだよ。でもいきなり来ると分かんねえな。いや、とにかくねちょっと難しいっすよこれ、何もかもが。
難しい。ボールも飛ばねえもんな。とにかくでも初球はなんか甘い球ばっかり来るな。今のも甘いし。ああいかねえか。今のも甘いですね、やっぱね、初球は。疲れちゃった。なんかあんま良くねえな。もう一回か。行け。スライダーも最低ぐらいちょっと返しておかないかな。これなんかストレートもあんな、これ多分ストレートもなんか同じ速球も種類ありそうな感じですね。音が違うもんな、同じ146キロ。全然ダメだな。飛ばねえ。ああ、打たれた。やられたよ。佐々木ってだ。いやー、おお、なんかすげえのが出てきたな。奈良の大仏かこれ。
ちょっと待って、清原もマジかこれは参ったな。いや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 、さすがセーブ。これもまた打ってくんだろこれ。ちょっと待ってよ、なんで取れねえんだそれ。危ねえな、もう本当にボールがもう見えなくなるから陰で追うしかないんだよな。あーちょっともう本当難しいなこれ。おーなんだよこれ、おいちょっとちょっと、もうめちゃくちゃなんかわかんないけど、あのファインプレーみたいなやつが多分あるんでしょうね。ジャンピングキャッチみたいなやつか、それが勝手になんかこう発動するんですよ。うん、めっちゃ落ちたなこれ。いても持たれ、ああ本当なんか全てが向こうにいいように来てますねこれ。逆転できねえなこれ。もうはい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 、分かりました分かりました。もうお堅い守りでね。守りが全然違うもんな、やっぱり。当たって守りに入った瞬間にこう例えばファーストとかセカンドとかどっちが動かせるプレイヤーなのかっていうのが変わってくるんですよね、これ。その時によってそれをね一瞬で見極めないとセカンドでボールを取んなくちゃいけないのにファーストがこうなんていうのかな、動き出してるような感覚で動かしちゃうとそのまま何ともならないっていう、抜け出ちゃうんですよね。もうちょっと待って、ほんとこの難しいよ。この守備の硬さがやっぱりもう違っちゃうから、これは難しいだろうな。多分なんかこれやった記憶がないっていうのは難しすぎてちょこっとやっただけでやめちゃったっていうやつでしょうね。買ったはいいけど
難しすぎたっていう。これ難しいわやっぱり。もうさ、もうちゃんと動いた時ぐらい取ってくれよちょっと。なんか狙ったようにエラーしたな今の。完璧にしていかないとこれ勝てねえわこんなの。逆転や。行ったんじゃないこれ。ホームラン。もうやった。一矢報いていかないと。ああダメだ。それ打っちゃダメなのよ。なんか分かってきたな。この球打っちゃダメなんですよ。これ打つとフライになる。これもそうだね。これなんかもう音で判断していくような多分ゲームですねこれ。これ打っちゃダメだと思うんですよ。よし。タイム。あ、カクいるのカク。塩崎いるじゃん。あ、塩崎カトル。石井武宏も多分行ったのかな。あーダメか。いやーダメだったな。ゲームセット。猛牛炎の石灰。どうしたの。燃えて燃え尽きた。鈴木監督今度頑張りゃええわい。
本日の格言、エラーというものはピンチの時にこそ出るものである。3点。いやまあちょっとね、やっぱりあの守備ですよね。守備がちょっとダメだな。もうちょっとやんねえとな。ちょっとあのリーグ戦入るかどうか少し考えてみます。まだちょっと練習しないとダメかもしれないですねこれ。まあとりあえず今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の、スーパーホビースの方ですかね、こちらお楽しみください。それでは皆様失礼します。